林インターチェンジを越えた。あともう少しで栃木ね。さっき車の運転上手だ。運転なんて G 級会長先生を改装備で倒す程度の難易度、油断しなければどうってこと。へえ、よくわからないけど。ま、学生の時免許取得して以来のペーパーだった私に、運転技術を仕込み直してくれたほのかに素直に感謝。車の練習だったんだ。よかった。てっきり。おい、顔赤いけど、もしかして少し酔った？いえ、大丈夫、元気いっぱい。毎晩あれは PD のヘルプ作業よりきつかった。でも首都高での地獄特訓に耐えたおかげで、どこ走ってもレースゲームのチュートリアルコース感覚、余裕。この車もほのかさんが？ほのかの知り合いの中古車ディーラーからね。購入手続きやら何やら、ほのかには徹底的に借りを返してもらっちゃった。旅行の荷物持って会社に行ったら、いきなり車で行くって、もうびっくり。サプライズ大成功？ええ、ほんと先らしい。あなたと一緒に暮らさなきゃ車買おうなんて思わなかったわ。あなたといると世界が広がるわね。え、それはこっちの？一緒に暮らすことで今まで知らなかった発見、毎日あるもの。今まで行かなかった場所、買わなかったもの、食べなかったもの、気にもしなかったもの、湧き出なかった感情、そういったの全部ひっくるめて世界が広がる。この車もそのささやかな象徴の一つ。とにかくありがとね、アイ。そんな。アイ、二人で本当にいろんなことを経験していきたいわ。はい。二人で楽しいことも苦しいことも恥ずかしいことも驚くようなこともたくさん経験して、その上であなたと一緒に生きていけたらいいなってね。さっき。柳屋、そっちは平気？おーい、いつまで寝てるの？もう着いたんですか？徹夜明けでいきなり車乗せられて、まだ眠くて。それに関しちゃ悪かったわ。当日あなたをびっくりさせたくて。身一つで旅行とか悪夢を見てるみたいな。失礼な、もうすぐ待望の栃木に入るのに。あ、その瞬間は見逃せない。我がふるさと、車で戻るの初めて。なんだかドキドキする。心ったら。でも私も。サキさん、栃木入ったら佐野サービスエリア寄りましょう。何？トイレ？日帰りでも替えの下着くらい替えたい。あとソフトクリームです。で、佐野といえばラーメン。あなた、ついさっき初田のサービスエリアでメガフランク眠い眠い言いながらも死ぬほど食ってたじゃない。
別にいいんだけど、若さを言い訳にするにも少々カロリーオーバーな。だってこの緊張を鎮めるには必要な儀式、栃木の家とか何年ぶりか。ちょっと強引に堂々させちゃったけど、愛の実家に行くならあなたも一緒にって決めてたのよ。いえ、ありがとうございます。栃木のママに会えるの嬉しい、とっても。あなた二十歳になったんだから、こっちのお母さんにも顔見せしとかなきゃね。っていうか偉そうですね。誰の車に乗ってるの？実際偉いんだからしょうがないじゃない。まるでお姉ちゃん気取り。なるほど、今回の栃木って愛、つまりそういうこと。いやそこまでの話じゃないよ多分。ほーらカーナビ見て、栃木に入ったわよ。栃木を舞台にしたゲーム作る。あれ、グアムが舞台じゃん。アドベンチャーもいいですけど、次は PD みたいにゲーム性のあるものも作りたい。そうだな、落ちぶれた栃木を復興させるゲームとか。あなたさ、故郷を本心では恥じてない？失礼な。どうしたの、アイ？ちょっとね。ああそうだ、栃木に入ったんならお母さんに知らせておかないと。きっと今日のこれは、この場の一言一句、どんな些細なことも絶対忘れない一生の思い出になる。サキや心と一緒に旅行とか、嬉しくてたまらないってことはもちろん、車を運転するサキの姿、今更だけどなんだかとても頼もしくてとか。はいはい、ラジオつけてよ。栃木ローカル受信できるかも。ああちょっと待ってね、まず家に連絡入れとくから。私も緊張してきた。サービスエリアでぼちぼち服を着替えるか。前に顔出してくる心が気になったこととか、さっきの話に返事をしていられるだけですごく幸せだったこととか、今日の思い出は深く長くなりそうだな。ああ、お母さん。うん、愛だよ。今からね、もうすぐそっち。うん、帰るから。さっき、ずっと一緒だから、この先何があろうと、いつまでも。